はお忙しい中、NHK から国民を守る党参議院選挙公認予定候補者の発表記者会見にお越しいただきありがとうございます。私は本日司会進行を務めさせていただきます。先日の荒川区議会議員選挙にて当選させていただきました夏目秋と申します。どうぞよろしくお願いします。本日の記者会見の流れですが、最初に NHK から国民を守る党の簡単な紹介を公約の発表をさせていただきます。その後予定候補者の紹介、次に記者の皆様からのご質問に答えさせていただきます。最後に予定候補者の写真撮影というスケジュールで行いたいと思いますので、ご協力よろしくお願いします。それでは早速でございますが、 NHK から国民を守る党について予定候補者の佐藤恵里よりご説明をさせていただきます。私は NHK から国民を守る党埼玉県選挙区予定候補者の佐藤恵里と申します。私より NHK から国民を守る党について簡単にご説明させていただきます。私ども NHK から国民を守る党は14年前の2005年4月、当時 NHK の現役職員として NHK の不正経理を週刊文春に内部告発した立花隆が2013年6月に代表として立ち上げた政治団体です。 NHK から国民を守る党は他の政党、宗教法人、労働組合、株式会社などの組織や団体からの支援は一切お断りしております。もちろん組織や団体との関係がございません。インターネットで個人個人が集まって成長している政治団体ですので、まさに組織や団体とのしがらみのない政治団体と言えると自負しております。現在 NHK から国民を守る党には39名の地方議員が在籍しております。そのうち東京都には23名が在籍しております。その他の議員は埼玉県に4名、千葉県に6名、栃木県に1名、兵庫県に3名、新潟県に1名、北海道に1名でございます。後ほど司会より参議院議員選挙に予定候補者を紹介させていただきますが、私の方からは NHK から国民を守る党がなぜ10名の予定候補者を擁立したのか、その理由を述べさせていただきます。我々 NHK から国民を守る党はインターネットを使った選挙運動を中心にしているために、定数が多い大選挙区での選挙に強い傾向があります。参議院選挙においては全国比例選挙が大選挙区になります。特に今回より定数が48から50に増えた全国比例選挙では得票率が 1.8% で当選しますので、 NHK から国民を守る党の当選確率は極めて高いと予想しております。その一方で都道府県の選挙区の定数は最大の東京選挙区でも6名しかなく、当選するために必要な得票率が 8% なので、インターネット中心の選挙運動では到底当選できない数字と考えております。したがって当選を狙うのは全国比例のみで、東京選挙区と埼玉選挙区は当選を目指しておりません。ですから本当は全国比例のみで予定候補者2名だけを擁立したかったのですが、公職選挙法の規定により10名以上の公認候補者を立候補させないと全国比例選挙に立候補できないという法律の関係で、今回10名の立候補となりました。また全国比例2名、東京選挙区7名、埼玉選挙区1名の計10名となったのは供託金の関係で、全国比例の立候補者の供託金は600万と高額なのに対して、選挙区の立候補者の供託金は300万円と比較的安いからです。次に代表の立花隆より公約の発表をさせていただきます。はい、代表立花でございます。我々の公約はただ一つです。それは NHK を一つはでございます。全く打ち合わせしなくてごめんなさい。これだけです。NHK を動かすの意味、NHK スクランブル放送の実施ということでございます。もっと分かりやすく言うと、
NHK に受信料を支払わない人には NHK の番組を視聴できないようにするという意味です。NHK と同じ公共サービスである水道も電気も電話もガスも料金を支払わないとサービスが止まります。NHK も受信料を支払わなければ NHK の番組を見られないようにするという意味です。その他の公約は一切ございません。我々は今回の参議院選挙を NHK スクランブル放送の是非を問う国民投票と言いつけて、この公約一つで、国民の NHK 受信料制度に対する審判を受けたいと考えております。なお、それ以外の議案ですね、について、もし、我々 NHK のこと以外の議案については、直接民主主義というものを採用し、インターネットで賛否を国民の皆様に問い、その多数決で議決権の行使をしたいと考えております。花田寛太ですが、私もからは以上です。続きまして、予定候補者をご紹介させていただきます。全国比例、立花隆。立花でございます。よろしくお願いいたします。同じく全国比例、浜田聡。浜田です。よろしくお願いします。埼玉選挙区、佐藤恵里。佐藤恵里です。よろしくお願いします。東京選挙区、大橋正信。大橋正信でございます。よろしくお願いします。同じく東京選挙区、神谷幸太郎。神谷幸太郎でございます。よろしくお願いいたします。同じく東京選挙区、牧原圭一郎。牧原圭一郎です。よろしくお願いします。同じく東京選挙区、岡本幸信。岡本幸信です。よろしくお願いします。同じく東京選挙区、山本貴平。山本貴平です。よろしくお願いします。同じく東京選挙区、石岡龍二。同じく東京選挙区、島谷正美。島谷正美です。よろしくお願いします。それでは質疑応答の時間とさせていただきます。ご質問のある方は挙手にてお願いいたします。僭越ながら私が指名させていただき、マイクをお渡ししますので、所属者名とお名前をおっしゃって質問を始めてください。読売新聞の方です。なんでこういう、選挙区、全国比例の顔ぶれにしたかという説明があったんですけれども、東京選挙区に7人で固めた理由と、それと先ほどですね、選挙区は当選を目指していないと明言されましたけれども、そうしましたら、その各候補者の選挙活動っていうのがどういう意味合いを持つのかというのを伺いたいです。はい。まず東京を7人にしたという理由に関しては、まずお金がありません。無駄になるので、ポスターをですね、お金というか、その作るのも経費が、供託金返ってこない可能性が極めて高いので、もうそもそもポスターを作るのをやめようかと思っていたんですが、その東京選挙区で7人いれば、1箇所に7枚のポスターが貼れるということもあってですね、議員が幸い39人おりますので、人ではなんとかなるだろう、東京1万4000キャストほどあるんですけども、これであれば晴れるだろうということで、ポスターを作らない方針からそういう方向に変えたというのが、まず、東京選挙区ならないということになります。もう一つ何でしたか。それぞれ の選挙区の候補者の方と、選挙活動の意味合い、はい、当選をしないどころか、供託金すら返ってこないことはもう間違いないので、何もしません。いわゆるお金のかかることは何もせず、7名の候補者についてはポスターを貼るというと、選挙広報ですね、あと新聞の広告で、以上ですね、あとインターネットということの選挙運動になります。したら、なんて言いますか、全国比例の当選のための活動をする、はい、全国比例の統制のための活動というのは、おそらく公職選挙法上でちょっと厳しいものがあるのかなということがあります。ですから、順番が逆で、本当は私と浜田2人で出たいんですけども、あと8人立候補させないと
全国比例立候補できないという規定があるためにもう仕方なくこの8人かける300万円というものを使わざるを得ない、まあ、これ法の、まあ、規定である以上は政党要求を満たしていない我々政治団体においてはですねもうちょっと勘弁してほしいという制度なんですけどもうせざるを得ないということで、ですからその東京選挙区や埼玉選挙区のものが全国比例のために何か選挙運動をするということは、基本的には考えていません。あのできる範囲 の、 その1枚目の神は誰だ、2枚目の神はどこどことみたいなことができる範囲の中でしかやるつもりはありません。もう一つ、あの現在現職の衆議院の方39件ということで、はい、あの立花さんが出馬されたりしますけれども、すみません、10人の方出馬されて、その地方議員の数って何ですか？あ、そうですね、私が5月末で、辞職する予定と、で大橋が今日、私が本日付でということで辞職していますので、まあ、39からマイナス2ということで、参議院の告示日には37になろうかと思います。いかがですけど、大橋さんは辞めてまで、その東京選挙区勝てないと思いながらも出られるっていうのはどういうその理由というか、私はそもそも元々は今年の8月に行われる千葉県の柏市議会議員選挙に立候補予定ということで、その逆算して3ヶ月前の本日禁止をさせていただいたということであります。でそれに伴って、まあ、タイミング的に参議院選挙を行いということで、私も、東京都市の方で、になりました。東京新聞の石原と申します。今回の統一選で結構皆さんの当選された方がたくさん出ていらっしゃると思うんですけども、その勝因どのような方に支持をされていらっしゃるとお考えでしょうか、教えてください。はい、挨拶させていただいたとおり、我々はインターネットを使った選挙をさせていただきました。で対する NHK というのはまさにテレビの王様という状態で、まあ、インターネット VS そのテレビという構図がもうできてきたのかな。で投票いただいた方は高齢の方でその年金暮らしの方とかそういう方もある程度いらっしゃるとは思いますが、やはりもうテレビがなくてもスマホやパソコンがあれば十分な情報が得れるという方々が投票いただいたのかなと。もちろん分析はきっちりはする術がないのでできていないんですけども、NHK の集金が来て脅されたっていう方もいれば、スクランブルをして払わないようにしてほしいっていう方もいるかと思いますが、とにかくインターネットの時代にテレビに強制的にお金を払わせる、特にテレビの中の NHK というメディアのみに払わせるというのはやはり相当のご不満があって、それが投票につながったのではないかと分析しております。こちらの方どうぞ。共同通信の中西と申します。全国比例での獲得目標票数というのはいかがでしょうか？はい、前回ベースの投票率と112万票を 2% ということになります。で、最低でも1議席取りたいというのがありますので、10万とび5千票というのが目標になります。どうぞ。東京新聞です。ネットでの選挙というのは具体的にどのようなことをされるんでしょうか？はい、選挙運動の17日間がございますので、ビラを配ったり、まあ、NHK 撃退シールというものをですね、ポスターにしてお配りするということを、まあ、主要な駅ですね、渋谷であったり新宿であったり、あとはもちろん全国ですので、札幌であるとか仙台であるとか名古屋であるとか、そういうもう大きな駅に車4台まで使いますので、私と浜田の車2台2台で、その駅前で配っているものを生中継をして全国に配信していくというようなことで、もちろん選挙運動は8時から8時なんですけども、夜の8時を過ぎても、まあ、
できれば17日間ずっと24時間放送を続けてですね、できるだけ、有権者の皆さんの声をお伝えすることと、その参加をしていただけないかと、その放送している現場に有権者も来ていただいてですね、一緒に何か選挙を楽しんでいただけるような選挙をみんなで使う選挙というのは、そういうイメージをしております。どうぞ。すみません、フリーランスの畑山と申しますけれども、立花さんに、伺いたいんですが、移植のタイミングが5月末と予定されているということなんですけれども、これはどういった理由で5月末なんでしょうか。はい、まず一義的にお金がないので議員報酬はできるだけいただきたいというのがあります。これはもう正直なところです。で、7月の4日まで、4日が告示日ですので、4日で自動失職する可能性も今のところまだ否定はしていませんけれども、まあ、6月からちょっと6月議会が始まるので、ちょっとそこになると混乱してしまうだろうということで、まあ、直ちに辞めるべきだと。例えば大時田さんなんかは、もう議会終わったら直ちに辞めてますけども、僕はこの選挙において非常に無駄なお金、先ほど申し上げた通り8人の候補者は出したくないですね。でそれはもう仕方ないところで、一方でできるだけその直接お金をいただくというよりも、私の権限にもらえるものはいただくだけいただきたいということなので、5月末にさせていただいたのはできるだけお金が欲しいということと、6月議会に迷惑をかけたくないという判断で5月30日にさせていただきました。すみません。はい、どうぞ。関連してなんですけれども、大橋さんは本日辞職されたということですけれども、大橋さんは柏の方に移られたということですか。はい、本日付で、柏市の方に転入いたしました。大橋さんはその、もっと後まで、議員としての席を置いておくということのお考えはなかったんですか。はい、もともと、もうそうですね、それこそもう以前から立花代表とお話をさせていただいておりまして、実際私今朝霞市の市議会議員としてお仕事させていただいておりましたが、その東京都内の方の、区議会議員と比べて議員報酬というのが極めて安いんですね。で柏市の方が議員報酬が高いと。でなんで議員報酬が高い方が何だというと、党に対しての何だろう、いや別に党に立つと寄付ですよ。はい、寄付をするためですね。はい、で 今現在では2位ではあるんですが、まあ、12万5000円付きという寄付が、まあ、2位ではあるんですけども、まあ、それができている人とできていない人がいると。で私がその今現在できていないということなので、そういった寄付をするために党にお金を入れるために、高い報酬を取るということで会社しない。朝霞では納められなかったということなんですか。柏市は、年間600万円ですね。そこで回して、朝霞市では、年収600万円と、一応、妻も子供もおりますので、そういったものが非常に厳しいということで、立場代表からは、延長していただいておりました。わかりました。ありがとうございます。NHK をぶっ飛ばす。